にあるんだろ。稲妻の治安維持を任されてる。メガリレーもあいつらが執行してるはずだ。なんで自分たちの仲間に手を出してるんだ。うーん、わからない。あ、ちょっと待て、あっちで何か騒ぎが起きてるぞ。今月のお救い前、それを渡すかどうか聞いてるんだ。俺たちみんなそれを頼りに生きてんだぞ。納得のいく説明をしてもらうまで帰っ。何度も言ったように、俺はお救い米なんてものは知らない。まだ嘘をつくか。命に関わる食料なんだ。お前たち武士に横領されるためのものじゃねえ。武士なら好き勝手できるってのかよ。天領奉行所に行って告発してやる。誰だ、黒沢の仲間か。いやいや、オイラたちはただの通りすがりだ。なんだか騒がしかったから何があったのか見に来たんだ。そうか、ちょうどよかった。お前たちからも何か言ってやってくれ。こいつは黒沢っていう武士で幕府軍の人間だ。幕府軍はこの近くでお救い米を配っていて、こいつがその責任者でな。以前はこいつに会えばお救い米を分けてくれたのに、急にくれなくなったんだ。きっと欲に負けて食料を横領するつもりなんだよ。その食料がなきゃ俺たち飢え死にしちまうっていうのに。俺たちの気持ちは考えてくれないのか。昔は心優しいお方だと思ってたのに、どうやら他の武士と同じで悪どおりで神の目も奪われるわけだ。雷電将軍もこんな奴に国を治める手助けをしてほしくないだろう。こいつが綾香の言ってたやつか。でもなんで綾香はこんな奴の手助けをオイラたちにさせようとしてるんだ。とりあえずこの黒沢って武士がどう思ってるのか聞いて。何がお救い米だ。そんなこと聞かされてない。あいつらがどこからそんな噂を聞いたか知らないが、きっとそれを使って俺をたかりに来たんだ。俺にお救い米があるとしたら、こんなに貧しいわけないだろう。俺も食べるものにありつけてないってのに。用がないならもう言ってくれ。まだや、確かにそれは本当のことだ。幕府軍にやつ、俺がメガリレーに対して不満を持ってるとか、仕事をサボってるとか、雷電将軍に忠実じゃないとか言って俺の神の目を押収しやがった。おかしいな。お前もメガリレーの執行者だろ。なんでメガリレーに不満を抱いてるんだ。それは正直もう覚えてない。ただあの時は毎月何かをやっていたことだけは覚えてる。今はもうやる気すら起きないが、忘れただけならまだしも、心がなんかモヤモヤするんだ。誰かに借りがあるのにそれを思い出せないみたいな。お救い米と関係はあるのか。お救い米の横領なんてしてない。言っただろ、お救い米があったらこんな苦しい生活誰がするって言うんだ。それに俺の家はさっき放蕩団に強盗に入られたばかりだ。で、放蕩団を追っている途中、あいつらに止められたんだ。信じないって言うなら放蕩団どもを懲らしめて、俺の家にお救い米があったかどうか聞いてみるといいさ。うーん、嘘を言っているようには見えなくても、確証はない。やっぱり放蕩団のやつを捕まえて聞いてみよう。放蕩団が残した痕跡をたどれば見つけられるはずだ。